まあ今日はこの聖霊についてですねもっともっと私たちは、まあ、もちろん御言葉で今日は学びますでも今日御言葉について学びますけどもそのあとがもっと大切です実際にぜひ家に帰るときに聖霊様あなたを求めます聖霊様私を満たしてください先週は聖霊は私にこの喜びを与える楽しみを与える もぶどう酒のようなものであるということをエル書から学びました精霊っていうのは私の心人生を楽しませ喜ばせることができるんですね皆さんあメンですかこれは精霊の働きですでも精霊の働きを体験すればするほどそれだけではないんです本当にそれは深い、えー、また私も全部わかっているものではありません もちろん私は神について、イエス様について、御言葉についても全部、もう私はもう全部分かりきっているというものではありません。私もそれをイエス様を探求している、精霊を求めているものにすぎません。ペンテコステの前、弟子たちにイエス様は言いました。エルサレムを離れないで父の約束を待ちなさいと言われたんですね。これが ルカの福音書のですね、24章の49節にも書いてあります。このような見言葉が書いてありますね。上から4つ目の見言葉ですけども、一緒に読んでいきましょう。ルカの24章の49節の見言葉、一緒にレジュメありますでしょうか。ルカの24の49節はい。さあ、私は、私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。 あなた方は、糸高きところから力を着せられるまで、都にとどまっていなさい。あめンここでは、イエス様が弟子たちに言われたのは、何か父の約束を送りますから、都にとどまりなさいと。そして、このように書いてあります。糸高きところから力を着せられるまで、精霊の働きの中に、 彼らが待ち望んでいたのは、着せられる精霊様の助け、力。<laughs> 私たちのうちに、じゃあ精霊はいないのかっていうと、そうじゃありません。私たちのうちにイエス様を信じた時点で、聖霊は内住しておられるんですね。有名な御言葉です。上から2つ目の御言葉、第1コリント12章の3節。有名な御言葉ですね。読んでいきましょう。はい。 ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語るものは誰もイエスは呪われよと言わずまた精霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。アメン。これはシンプルにもしあなたがイエスは呪われよイエスなんか信じないイエスなんか神でないってもし言うのであれば あなたのうちには御霊が住んでいないかもしれません。それはわかりません。それを判断するのは神様ですし、精霊様です。でももしあなたがイエスは主です。イエスは主です。ともし告白することができるのであれば、皆さんそれは精霊様があなたのうちに働いている証拠です。ちょっと行ってみましょうか。ね、もうイエスは主って言えないっていう人は後で 常時に相談してみてみくださいどうしたらいいかあの祈ってもらってくださいイエスは主ですとあのマキコ先生に、ね、あの言えなかったら相談してみてくださいどうしても先生イエスは主ですって言えないんですと人がいたら後で内密に相談してくださいイエスは主ですと3回告白しましょう、はい、イエスは主ですイエスは主ですイエスは主ですアメンイエス様が私の主となる これはとても重要なことですよ。でも僕も何回もですね、祈りの中で、イエスは主ですって言えなかった人たちのこともよく知っています。いえ、でもう言えないんですね。あの言えないときあるんです。でも、まあ、後から言えるようになったりもするんですけども、いや、それだけは言えませんっていう人も何回もお会いしたこともあります。でも私たちがイエスは主ですっていうのは、これは聖書で言ってるように、見た目によって、 聖霊によるのではなければ誰もイエスは死ですということはできないだからイエスは主ですともし皆さんが告白できるのであれば聖霊によるっていうことを皆さん体験してるんですそればかりかローマ書8章11節を見るとこのように言ってますねこれは全部ではないんですけど半分なんですけどもローマの8の113番目の見言葉を読んでいきましょうはい もし、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、アメン。聖霊はなんと、もうあなた方のうちに住んでおられるんです。住んでおられる。じゃあ、あの弟子たち、イエス様の弟子たちは、イエスは主であると告白していましたよね。 あの、トマスでさえ我が神、我が主よって言ったじゃないですか。復活のイエス様に出会った時に疑ってたんですけれども、彼らのうちに着せられる力はあったんですかなかったんです。でも彼らのうちには精霊は住んでいたんです。精霊によってイエスは主であると。旧約聖書を見ても、サウル王とかもそうです。精霊によって、霊によって、 予言をしたり、また御言葉を語ったりしたんですね。旧約聖書の予言者たちもそうです。精霊によって語る。精霊によって予言する。精霊によって歩む。私たちクリスチャンはイエスを主であると告白したときから精霊様が私たちの地に住んでくださってるんです。それなのにイエス様は上からの 力を着せ,着せられるまで都にとどまっていなさいとあえて言われたんです。どっちなんですかと。私たちには全て私たちのこの小さな脳みそは理解できないんですけども精霊様は私たちのうちにも住んでおられそして精霊は私たちに着せられる力として望まれることがあるということです。第一手その池五章には御霊を消しちゃいかんよと。第一手もよっての一章二章あたりには手元に対して 長老たちの暗視によって、油吸われた、たもの与えられた、その精霊を、聖霊のたまものを再び燃え立たせなさいと言われました。精霊様っていうのは私たちの頭で理解しづらいところもあります。ですから、私たちは求めて、その御霊の助け、御霊の力を共に体験していきたいと思うんですね。もちろんある程度、御言葉によって整理されていくこともできるんですけども、 この三密体を説明するときとも一緒です。三密体どういうことですか主なる神様、こなるイエス・キリスト、そして助け主である精霊、どういうことですかそれが一つの神であるって、なかなか説明しづらいと思うんですね。それと同じで、この精霊についてもうちに住んでおられる。精霊によってイエスは主と告白する。でも、着せられる力もある。両方あるってことです。<coughs> ヨハネの7章39節一緒に読んでいきましょうはいこれはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのであるイエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからであるアメンこれどういうことでしょうかこのヨハネの7章っていうのは イエス様が言われた。イエスを信じる者。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、行ける水の川が流れているようになる。イエス様は、仮用の祭りの終わりの大いなる日にですね、大声で言われた。誰でも乾いている者、私のところに来なさい。これは、イエスを信じる者が、 後になってから受ける御霊のことを言われたのである。ええー。後になってから受ける御霊っていうものがあるっていうことです。これ、イエスを信じる者が後になってからイエスを信じるためには、精霊によらなければイエスを信じることはできないんです。でも、聖書は、イエス様は、イエスを信じる者が、後になってから受ける御霊のことを言われた。イエスはまだ栄光を受けておられなかった。これはどういうことか。栄光って何かっていうと、 十字架ですこの,この時はイエスキスその十字架を表していますイエス様は十字架をまだ受けておられなかったので御霊はままだ注がれていなかったからであるどういうことでしょうか旧約聖書の中にもゼカレー書4章6冊権力によらず能力によらず私の例によってね not by my power not by my 何とかであるじゃないですかねもう by my spirit ああ私の力じゃなく権力によらず私の能力ではなくて死の例によって精霊は旧約時代も働いていたんです精霊はもう創世紀の初めから働いておられたんです水の上を神の霊が動いていたと創世紀の一署に書いてあります精霊は創世紀の初めから働いておられましたしかしまだ注がれていなかった弟子たちに クリスチャンたちに着せられていなかった死 <laughs> の働きの19章1一から見るとですねアポロっていう人が伝道したんですアポロは敬虔なクリスチャンですアポロはおそらく聖書全体で見るとパウロよりも雄弁だったと思います もう、鉄平先生よりも、もう全然話のするのが上手やったと思うんですね。口が滑らかで、本当にメッセージが上手な人やったと思うんです。パウロよりもおそらく上手だったと思うんですね。ですから、パウロ、アポロは、もう、イエス様の福音をまっすぐに語って、もう何一つ誤りなく伝えていたんですね。ですから、アポロを通して多くの人が救われて、弟子となっていったんです。使徒の働き19章1節見ると、 アポロがコリントにいた間、パウロは奥州を通ってエブリストに来た。そして幾人かの弟子に出会って、これはアポロの弟子たちに出会ったんです。2節パウロは何を思ったのか、信じたとき精霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、精霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。では、どんなバプテスマを受けたんですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。水のバプテスマを受けたということです。 そして、まあ、パウロたちはですね、そのアポロの弟子たちに手を置いて祈るんですね。パウロが彼らの上に手を置いて祈ったとき、精霊が彼らに望まれ、彼らは威厳を語ったり予言をしたりした。威厳だけが印ではなくて、威厳を語ったり予言をしたりした。ひょっとしてある人は奇跡を行ったり、幻を見えたりしたかもしれない。 なんとイエス様を信じたアポロの弟子たちは、精霊を受けるっていうことは聞きもしませんでしたって言ったんです。皆さん、アポロは間違ってなかったんです。ただ、精霊を受けるっていうことを彼も体験していなく、そしてそれを教えていなかった。彼の弟子たちもそのことを聞いていなかった。水のバブテスマ聞いていた。皆さん、バブテスマには簡単に言うと三つあるんです。知ってますか一つは、救いのバブテスマ。 これは何かっていうと、洗礼を受けるとか受けないは別にして、私たちはイエス様を信じますと言ったら救いを受けるんです。だからゴルゴダの丘で十字架にかかったあの強盗が洗礼受けてないですよ。水のバプテスマ受ける暇ないですから。バプテスマをヨハンで探してもいないですから。もう十字架にかかってるんです。釘がもう腕を通ってる状態で、もしイエス様、あなたがパラダイスに行った時私を思い出してください。 その強盗の中に悔いあるためが起こったので、イエス様は、私は、あなたは今日私と共にパラダイスにいるって言ったんですね。その人は、洗礼を受けてないですよ。天国行ったんですか行かなかったんですか天国行ったんですよ。十字架の上でギリギリ、あなたを信じます。私を思い出してください。その人は、あの強盗は救いのバプテスマを受けたんです。これは何かっていうと、聖霊が、 あなたを救いにつけるっていうことです。これが洗礼あ救いのバプテスマと言います。洗礼を受けてなくても天国に行くことができるんです。ね、秀ちゃんのねおばあちゃんもマリアおあねおあのねあの高さんのね本当にそのお母さんもそうでした。病床で洗礼あの洗礼あ洗礼受けました。洗礼も受けたんですけども、ね 皆さんの中でも、本当にそういう、洗礼を受けてないけれども、イエス様を信じて,て、そして天に行かれた方っているかもしれません。その方は天国に行くことができるんです。水のバブテスマって何ですかでこれはあの、バブテスマ3つある、救いのバブテスマ、2つ目が水のバブテスマ。これは、アポロが弟子たちに授けたバブテスマ。これはですね、働き人が私たちを、あなたを水につけるんです。 その通りです水につける、でもこれは水に力があるわけじゃなくて信仰によって私は死と共に死にましたもはや私が生きているのではないキリストが私のうちに生きておられます精霊が私のうちにおられますそしてこれからはキリストと共に生きますという信仰告白でもあるんですねそれがまあ水のバプテスマ、まあ、ヨハネが言うにはそれは悔い改めのバプテスマと言います。 それは皆さんも受けてると思います。もし受けてない方がここにはいないと思いますけども、あおられたら、まだちっちゃい頃受けてない子いますけども、水のバプテスマ受けたらいいと思うんですね。キリストと共に死に、私キリストと共に蘇る。その信仰に立つ。そして3つ目のバプテスマが何かっていうと、それが精霊のバプテスマ。精霊のバプテスマは、誰が私たちを何につけてくれるのかっていうと、イエス様が私たちをあなたを 精霊に浸してくださるんですね。これは、一回だけじゃなくて、何回でも <laughs> 受けることができます。だって、御霊に満たされなさい。ね。求めなさい。そうすれば与えられます。求めるものに誰が精霊をくださらないことがありましょうか。<laughs> 私たちはそのことを理解していくときに、ああ、私も精霊を求めていいんだ。 精霊を求めるっていうことは何か力ある働きをするとかですね何か投資のような力を得て夢や予言や幻を語ったそれだけが精霊の力ではないんですそれは精霊の働きの一部です精霊は私たちを心を深く探りそしてある時は本当に許せなかったことを許せるようになる力かもしれません愛せることができなかったことを愛するようになる力かもしれません そして、もう一時的に燃やされたけれども、でもすぐに諦めてしまう自分がいた。でも精霊の力に満たされ続けていくと、走り続けていく。もう信じ続けていく。そういう力が与えられる。これが精霊様なんです。私たちは知識によって、新約聖書会の、旧約聖書会の、なんとか宗教改革、いろんな組織進学、いろんなことを学んでいきます。それは、まあやってもいいです。そういういろんな、 あ新学生1年生年であったら例えばそういういいステップを踏んでできますでも精霊に浸されていくときに私たちの心が訓練されていくんです愛の訓練だったり忍耐であったり喜ぶことであったりとかそういう私たちの内側の訓練があされるのが精霊の進学校です私たちは精霊の進学校に入らないといけないんです でも、教会に、教会が精霊に満たされる、もしあなたが精霊を求めることをやめてしまうのであれば、先週ちょっと話しました、祈ること、喜ぶこと、感謝することは分かってるんです、私たちの頭で。いつでも祈るべきであって、失望しちゃならないとか。また、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝してください。それはキリストイエスが、あなた方に望んでおることです。アメンもうクリスチャン大好きなワードの御言葉の一つです。分かってるんですけども、できない自分がいる。 先週、ちゃんと全部語りそべれたところもあるんですけども、だから精霊が必要なんです。精霊満たされるときに、あれ、祈れなかったけど祈れるようになった。あれ、感謝できなかったけども感謝できるようになった。あれ、愛せなかったけど愛せるようになったっていうふうに変えられていくんです。それが精霊の働きの一番中心です。何かスーパースターのようになって、もちろんタッチってやって、バーンって倒れたら、 それもすごいですけどもそれがメインではないです何かもう奇跡がきちるしが行ってもう本当にモーセのようにまたエリアのようにエリシャのようにそれがすべてではない最後にちょっとですねまあ皆さんの集中力もあるので話したいと思いますけどもあこれちょっとマタイの3章を見ましょうかマタイの3章を見るとこれバブテスマのヨハネが言ってことですね これ素晴らしい言葉です。このことまた来週見ていきたいなと思うんですけど、またの3章11節読んでいきましょう。はい。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は、私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。 その方はあなた方に精霊と人のバプテスマをお授けになります。アメン。ヨハネがやっていたことは悔い改めのための水のバプテスマ。アポロもそうでした。でも、イエス様があなたに直接触れるとき、皆さん、私たちと京歌うじゃないですか。主よあなただけが。あの賛美をするときに、あなたは気づいてないかもしれないけど、精霊があなたのうちに 触れ、触れてくださろうとしてくださってるんです。そしてあなたのうちに住んでおられる精霊が、爆発、爆発というか、なんかこの中でどまってるのが流れてるようになるんですよ。でもある時本当に TCU のある先生が、長老派、改革派って言えば、すごいお堅い感じの進学校の教授なんですけども、その教授が、 授業のノートポンって置いてですね精霊はって話し始めたんですね本当にその先生はアラム語とヘブライ語となんとか語とも語学語を自由に扱うちょっとまあ変態だったんですねまあそういう人もうアラム語を1か月でマスターしたっていうですねまあでまた海外の進学校のですねいろんなマスターを持ってる先生なんですけどもその先生が長老派改革の先生なんですよなんですけどもまあ ある時ですねペンを置いてですね、本を置いて、精霊はってずっと語り始めたんですね、あなたのうちに精霊様、住んでおられますよね、その先生は1週間、自分が校長になるっていうときに断食をしたそうなんです、初めて1週間、長期の断食をして祈ったそうなんですね、そのときに精霊の体験をしたんだと思いますけども、よく聖書の授業を、旧約聖書概論の授業をですね、やめて、半分以上は精霊の話ばっかりしてたんです。 その授業、すごい楽しかったんですね。あなたのうちにおられる精霊様、窮屈でこんなふうになってませんかって,言って。あなたの自我があるときに、精霊様、働かれないんですよ。私たちが砕かれて、私たちが精霊を求めていくときに、あなたのうちにおられる精霊様が豊かに働いてくださるんです。あなたが頑張って信仰生活を送るんじゃなくて、あなたのうちにおられる精霊様が豊かに働いてくださるんです。 あの,あの人のように頑張ってならなきゃってもう努力しなくてもいいんです。まあ、努力しなくてもいいっていう言葉はちょっと語弊があるかもしれない。まあ、努力も神様は報いてくださるので、ある時は、まあ、キリスト教会の中に聖書の中に努力っていう言葉あります。だから努力もしないといけないんですけども、ある領域においては自分の力で頑張ることを放棄しないといけない時もあるんです。力強い精霊の働きをしてる。 先生に追っかけてたある先生が言いましたあなたのような働きをするためにはどうしたらいいですかに行った聞きに行ったんですそしたらその先生はーンとです、ね、壁ドンしてもうあなたは何もするなって言ったんですねええー、イエス様のために働きたいとどのようにミニストリーしたらいいのかどのように説教したらいいのか私たちはすぐそういうノウハウを学びたいと思います 新学校行ったら、どういう、例えば、説教学っていうのがあります。説教学私もやりました。説教演習もやりました。でも、そのことも大事なんですけども、何もするなって。それはですね、例えば、聖書を勉強してる人からしてみたら、それはないでしょうと思うんです。何かするために学ぶために来たと。でも、そのことが、まあ、このですね、えー、 まあ深いことででもあるんですね私たちはある領域において自分の手で自分の力でやることを諦めなければならない自分を捨てなければならないその時にあなたの人生に精霊様が働くようになるんです今日はですねちょっと桜の証もあるので、えー、あの短くまとめたいと思います最後に3つのことを話して終わりたいと思いますけども。 まあ今日はですね、本当は準備してたメッセージもあるんですけども、えー、まあ聖霊様の導きに従っていきたいなと思っています、ただ、用意しているのでこれも見ていきたいと思うんですけども、聖霊って何ですかっていう話なんです。まあ、今まで見てきたところはちょっと序論なんですけども、まず一番目、これはやっぱ押さえとかないといけない、一番目、聖霊は人格を持っておられるお方です。 精霊っていうのは何か着せられる何か力っていう表現でされることもあるんですよ火と,火として現れることもあるんですよ風として現れることもあるんですプニューマって言ったりするんですよね霊、息とかねしかしその精霊っていうのは人格を持っておられる方ですでも時々英語で言うとある英語の聖書の箇所にはホリゴーストよく海外の先生がもうホリゴーストと言うから なんか聖なる幽霊みたいなですね、ゴーストっていう意味がある。でも、私たちが信じている精霊は、そのですね、えー、聖なるゴースト、幽霊のようなものではなくて、人格を持っておられるお方であることを覚えたいと思いますね。えー、人格、ね。人格っていうと、心理学的には、えー、例えばこのパーソナリティ、 のまあだからその何て言うんですか性格を持っているとかですねえー、まあいろんなですね言い方があるんですけどまあちょっと詳しくはちょっとえー、やりませんけれども進学校でねエチオピ聖小学校でやったこともあるんですけども精霊様っていうのは実は考えるお方です精霊様は私たちと一緒に考えてくださるお方です 人の働きの15章28節には、精霊と私たちは次の、ぜひ必要なことのほか、あなた方にその上、どんな重荷を負わせないことを決めました。これ面白くないですか精霊と私たちは、この、いろんなこと、これはエルサレム会議。会議の中に精霊を歓迎したんです。素晴らしい会議ですね。私が全部決めたんじゃなくて、そのミーティングの中に精霊を歓迎したんです。 これはエルサレム会議というんです。大事なことを教会で決めたんですけども、えー、この使徒の15章28節では、精霊と私たちはこういうことをいろいろ考えて決めましたと。私のうちにおられる精霊様、そしてあなたのうちに望まれる精霊は、あなたと一緒に考えてくださるお方です。また使徒の1章の16節を見ると、 精霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。精霊は私たちに語ってくださるお方です。時々聞きませんかなんか。これ自分の思いだと思ってるかもしれない。でも、ある時は精霊があなたの心に語ってる場合があるんです。もうすでに皆さんは体験してると思います。でも悪魔が語るときもあるでしょう。自分の思いを握るときもあるでしょう。でも、精霊が こうしたらいいんじゃないかって語ることを経験することがあります精霊は話すお方ですそして精霊はローマ書8章14節一緒に読んでいきましょうかはい神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です神の子供たちを一緒に歩んでくれる導いてくれるお方です神の御霊によって導かれる私たちの精霊様は導くお方です そして、これが一番分かりやすい。えっ、ー、と、エペスの4章30節一緒に読んでいきましょう。右側の上のところに。はい。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために、精霊によって勝因を押されているのです。なんか精霊って言うと、勝因の反抗だけのイメージがありますけども、このところを見ると、神の精霊を悲しませてはいけませんということは、精霊は、 悲しむこともあるってことです。人格を持っておられる。またある時は、誰かのために祈るとき全然自分は肉的には悲しくないのに、誰かのために祈っていたら、あなたが涙が出てくるときがあるかもしれない。それは、あなたの肉の思いでは悲しくなくても、あなたのうちにおられる精霊が一緒に悲しんでいる。 誰かのために、だ取り出し、祈る人たちの中にはそういうことを体験する人たちは多くいると思います。僕もどちらかというと人前で本当に泣きたくないタイプなんで、あれなんですけども、時々祈ってるときに、なんか涙が出てくるときあるんですね。それは、精霊様が、うん、泣いておられる。全然悲しくないです。全然悲しくないんですよ。泣きたいと思ってるわけじゃないけど、なんか賛美の中で泣くこともあります。それはまあいろんな思いがあるかもしれませんけども、あるときは、 だから、ある人は、本当に痛い、苦しみを通っている人のために祈ったときに、その精霊が悲しむことがあるってことですね。二つ目、精霊は、神様です。精霊は三位一体の神様です。使徒の十六章七節には、イエスの御霊と書いてあります。ローマの八の九には、キリスの御霊。マタイの二十八章十九節には、 なんと父なる神様と、子なるキリストと、精霊の皆によってバプテスマの授け、父なる天地創造の父なる神様と、十字架にかかったイエスキリストと、この精霊っていうのが、精霊の皆とまで書いてありますね、これすごいですね。同等のものとして書いてるんです。父なる神様すごくて、子なるキリスト、まあまあで、そして精霊は、まあ何か付録みたいな、違います。父と子と子と 聖霊が同じ神として、同等のものとして書かれてるんですね。なぜなら、キリストの御霊、イエスの御霊だからです。聖霊っていうのは、父なる神に、こなるキリストと同等に扱われる、その神であること。だから、Holy Spirit, Holy Spirit is God、ね。聖霊は神様です。これはとても重要なことですね。 三密体の神様で、まあ、特に神学的には三密体の神の三番目の一応威嚇とし威嚇っていう言葉が使われますけども、の役割によって確認されていますと。<laughs> そして、まあ、これはですね、死との働きの五章のですね、アナニアとサッピラの事件ありましたよね。このように書いてあります。一緒に読んでいきましょう。そこで、はい。そこでペテロンがこういった。 アナニアどうしてあなたはサタンに心を奪われ精霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのかあなたは人を欺いとではなく神を欺いたのだこれ有名な話ですねアナニとサッピラこれ私たちの献金の全部ですいや一部ですって言えばよかったのにまるで全部ですって持ってきたんですね私でも注意しないといけないです、ね、これはもう10分の1もうすべてですとかもうこれすべてです実は一部なのに 自慢もう多く捧げてるかのように偽って捧げたんですねそのことを初代教会時代精霊が発見したんですまあペテロたちはすぐそのことが分かってなぜアナニア全部捧げたかのように偽るのか皆さん小さな嘘も方便っていいますけども小さな嘘も私たちは避けなければならないモーセの10回の中にも偽りの証言をしちゃならないと書いてあります だからまあ親御さんは子供たちのちっちゃな嘘のところからまあ訓練してあげる必要があるんですね。いや食べたでしょ食べてないよってもくもくしながら言うんですよいやあなた嘘ついてるでしょと食べてないって言いながらですね言うんですただそれを笑い話で済ませるのではなくてやはりそのことをやはり親としてはですね、まあ、教えていかないといけないもし私の子供たちで嘘ついてる けどもそれをごまかしている人がいたらですねぜひ教えてください。私たちもわからないところでそういうことあるかもしれません。でも失敗すること、過ちを犯すことは悪いことでなくそれを認めることがやっぱり良いことですね。私たちは失敗することは嘘つくことやいろんなことあります。でもそのことがそのことを認めることが重要です。アナはいいいやいや私は嘘ついてまませんよこれ全部捧げました それがなんと精霊を欺いているでここに書いてありますあなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだだから精霊を欺くってことは神を欺くことであると神と精霊が同等とされているということですパウロは精霊のことを主と読みました、えー、第二コリントン2章の3章の十軟節これ栄光から栄光へとの箇所ですねはい主は御霊です そして、主の御霊のあるところには、銃があります。なんと、精霊のことを主と呼んでるんです。主というのは、イエス・キリストだけなのかなと思ったら、主は御霊ですと。何か力ある働きのためのホーリー・ゴーストではなくて、精霊というお方は、神であり、イエス・キリストと同等のお方であるってことを私たちは覚えたいと思います。 そして聖霊様のがどういうお方であるのかということを示しているもう一番の特徴的な働きが3番目聖霊は助け主ですそして弁護者慰め主これがギリシャ語ではパラクレイトスと言いますパラクレイトスこの言葉は新約聖書の中に5回から6回ぐらい出てきますけれども今日は全部挙げてないですけれどもこのように書いてありますねヨハネ14章16節はい 私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられますためです。アメン。イエス様が十字架にかかられた後に助け主を送りますと言われたんです。大長年の二章の一節には 道の前で弁護する方がいます。この弁護もパラクレイトスです。精霊様は私たちを弁護してくださるお方。それはまあ、義なるイエス・キリストと同じ性質ですよ。とイエス様が弁護者なんですけども、精霊様を弁護してくださるお方です。ヨハネ14章26節読んでいきましょうあ。この括弧はじゃあ、抜かしてみましょうか。はい しかし、助け主、すなわち、父が、私の名によって、お使わしになる精霊は、あなた方にすべてのことを教え、また、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。アーメン。すべてのことを教えてくださり、思い起こさせてくださいもし皆さんが、聖書を普段読んでいるとき、読んでるのであれば、散歩してるときに、 なんかドライブしてるときに、大根を切ってるときに、家の掃除してるときに、シャワー浴びてるときに、精霊がふと、御言葉を思い出させることがあるんです。これ、とても重要です。その時は、その御声に従った方がいいと思います。で、変なこと言わないです。御言葉を思い浮かさせてください。なんか、み言葉以外のときは、ちょっと吟味が必要です。御言葉以外のときは、吟味が必要です。ちょっとチェックが必要です。 ちょっとお時間を置くことも必要でも、見言葉を思い起こさせてくださる場合はあんまり躊躇せずにです、ね、例えば許しなさい、あ許されると私、許してなかったかな精霊がそのことを悟らせてくださるんですね先ほどもそういう賛美しましたけども精霊はです、ね、私たちが見言葉に従うことができるように義の道を生きることができるように清い道を生きることができるように助けてくださるお方です。 どのような耐え難い、その私たちの人生の様々な困難の中でも、人々を助け、守り、新しい勇気を与えることができるお方が精霊様です。そして慰めるお方であり、弁護する方であり、良き相談相手、それが精霊様です。ヨハネの十五章まあ相談相手、 私たちは誰にも相談しちゃいけないってことじゃないです。あなたの友達がいつも LINE で相談してくれるかもしれない。簿記先生も相談してくれる。でも、精霊様に相談してみてください。今、便利な時代になったんでね。もう僕らが20年前あんまりなかったです。携帯とか LINE とかインターネットがあんまりなかったです。iPhone もなかったですよ。僕ら iPhone の、初代の iPhone の頃から知ってますけども、なかったです、そういうのが。 今、何でもグーグルに聞いたり何でも LINE で、まあ、インターネットでもう若い時はなかったんですわあ、なんか困った方で友達に電話してっていうのも18歳ぐらいからですそれまではもう全くなかったので電話するときは公衆電話でしたからでも今はもう何でも Google に聞いたり iPhone に聞いたりもう最近はあの人 iPhone の女性何て言うんですか女性語る人シェリー シェリーちゃんじゃなくてシリとか、ね、すぐ聞いたりします、まあ、正確な答え返ってくるかもしれませんけども <laughs>、まあ、私たちは私たちのちにおられる精霊そして私たちに本当に望んでくださる注いでくださるその精霊に聞いていきたいと思います。 私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊は私について明かし,します。精霊があなたのうちに望まれるときに、イエス様がどういうお方であるのかをもっと深く深く知ることができるように助けてくださいます。これがヨハネの15章26節に書いてあります。イエス様が祈って、 そして父のもとから私たちのうちに助け主なる精霊を送ってくださるんですね今日はこの精霊を受けるポイントとして最後1つだけ挙げました先週は求めることを求め祈ったんですけども精霊様は人格を持っておられる方ですので私のタイミングではなく精霊様のタイミングにお任せし待ち望むこと 使徒の働きの一章の4節このように書いてあります。はい、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。精霊を求める、いろんな方法があります。激しくしようと言って求める、求め方もあります。でも、あるときは、聖様はジェントルマン、聖霊様は人格者、パーソナルというか、ですねその性格、人格も持っておられる。 だからよく無理やりです、ね、人々をデートに誘ってです、ね、えー、もうマキちゃん、デートに行くぞって言ってです、ね、無理やりすることはできません人格を持ってますからちゃんと対話をしなければならないあるときは待たないといけない精霊さんもそうです、今なんで来てくれないんですか私たちは待つことが本当に嫌です。もう1年後の誕生日でさえ 時々うちの子どもたちも今度の誕生日あれ,あれこれ買ってレゴ買ってねって言うんですけどそれまだ来年ですよと話をするんですね1年後ですよとへえってなるんですね1年後っていつなのって言いながらですねもう来月のように思ってるんですけど1年先なんですね私たちはでも1年先また買ってあげるよレゴ買ってあげるよって言えば1年間待たないといけないですでも待つことって本当は嫌なんです弟子たちもいつまで待ったらいいかわからなかったんですけども 待ったんです、待ったんです私たちも死を待ち望んでいきたいと思いますその時にもに、あなたがあなたのタイミングで精霊様来てくださいではなくて精霊様待ち望みますそういうスタンスも大事です死を来てください、もう今来てくださいじゃなくて死を待ち望みますそういう姿勢も大事だということです。 今来なければもう私死にますって言ったらですね聖様来てくれるかもしれませんけどもそうではなくて死をあなたを待ち望みます聖書の中にたくさんあるじゃないですか死を待ち望む者は新しく力を得るとそしてわしのように翼をか,かって登ることができるでもそのわしもそうですけど風が来るまで待ってるんです その谷の底から風が来るのを待ってそして天高く飛び上がっていくでも私たちは自分の力でもっと上まで上がろうとするんですけどもわしもそんなふうに上がらないんです彼らはただ風を受けて天高く上っていくんです私たちクリスチャンもそうです風を待つんです雨を待ち望むんです雨を降ってこいって言って降ってくる時もありますけれども雨を待たないといけない 父の約束、私たちが精霊に浸されることを待ち望んでいきたいと思います。天手の神様、感謝します。イエス様、どうぞ私たちを導いてください。死を、あなたを待ち望みます。助け主な精霊様、人格を持っておられる精霊様、三味一体の神様、あなたを欺くことがないように、精霊様、私たちに触れてください。私たちに満たしてください。イエス様、みんなでお願いします。アメン。